マルセル・ダッソーマルセル・ダッソーは、フランスの航空機製造者で、グループ・ダッソー複合機業体の創始者。出生時の名前は、マルセル・ブロック。ダッソーは、ユダヤ人の両親の元パリの医者の家庭で生まれ、名門リセ・コンドル・セコーから、エコール・ブルゲ。を経て、1913年に、国立航空宇宙大学院大学を卒業すると、シャレ・メウドン・エアロノーティクル・ラボラトリー社で、 プロペラ機を設計した。1930年、マルセルブロック社という航空機会社を起こし、第一次世界大戦中に、フランス軍でも用いられたプロペラ機を製造した。1936年に、人民戦線により、会社が国有化されると、今度は、孫部社を設立した。なお、ダ脱ソアビアシオン社という社名で、現在も営業している。 フランス最大の軍事用航空機会社の設立はこの時とされている。彼はユダヤ人であったためドイツ軍への航空機提供を拒み第二次世界大戦中は各地の収容所を転々とした後終戦まではブーヘンバルと強制収容所に収容された。戦後彼はブロッホからブロッホディッソへ続いて1949年にはドッソへ改名した。 脱走とは、レジスタンス運動の将軍だった兄ダリウスが、用いていた偽名であり、突撃のという意味である。脱走は1950年に、カトリックに改修した。1956年にレジオンドヌール勲章の、最上位である、王十字勲章を受勲。その後、アルプマリティム県選出の元老院議員や、オワーズ県の国民議会議員も歴任、マスメディアへの進出や、 映画のプロデューサーやシナリオライターにも手を染め、1985年にはフランス最大の資産家となった。1992年にはパリパックのシャンゼリゼロータリーと呼ばれていたロータリーがシャンゼリゼマルセル・ダッソーロータリーと改名されている。ダッソーはヌイーシュルセーヌで死去し、実業人として初めてアンバリッドで弔われた後、パリのパッシー墓地に葬られた。 彼の死後、グループ脱走の経営は、息子のセルジュが継いだ。ありがとうございます。